北口一面一線化されたホーム協定場前駅は、東京都府中市小柳町4丁目にある、西武鉄道玉川線の駅である。駅番号は SW05。西武鉄道の駅としては最も南に位置する。単式ホーム一面一線の地上駅で、橋上駅舎を有している。以前は、相対式ホーム2面2線構造であったが、使用頻度が少ないことなどから、バリアフリー工事に際し交換設備を撤去して一面一線となった。このため、ホーム上と改札内には次の電車の行き先を案内する表示器が設置されている。また、コレマサ駅には運転士への扉注意喚起の看板がある。なお、急上りホームはそのまま残されており、ホーム上に北口の地上階から改札外へ通じるエレベーターが設置された。また、改札外から急上りホームへ通じる階段は封鎖されて、誰でもトイレが設置されている。また、急上りホームの空きスペースを活用して2018年3月頃より、周辺の施設、玉川協定場の宣伝として、使用済みモーターボートが展示されるようになった。なお、当駅は上下線共用の一面一線のため、案内上はホームに番号がない。2020年度の1日平均乗降人員は2261人であり、西武鉄道全92駅中82位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。玉川協定場の最寄り駅であり、陸橋で接続している。南側にロータリーがあり、バスが発着する。一般の商店は南側に多く、北側は、協定場来場客を対象とした飲食店が多い。協定場前駅南口玉川協定場の最寄り駅であることによる。旧称の常久は駅所在地の以前の地名による。ありがとうございます。